皆様ご視聴いただきありがとうございます。まもなく笹川平和財団主催 SPF チャイナオブザーバー公開フォーラムを開催いたします。こんにちは。本日は笹川平和財団 SPF チャイナオブザーバー公開フォーラムをご視聴いただきありがとうございます。本日はアメリカ新政権に対抗する中国の世界観と題して東京大学の高原明夫教授、関西学院大学の井上一郎教授をお招きして議論を進めてまいりたいと思います。モデレーターは笹川平和財団上席研究員の小原が務めます。まず本日の議論は井上教授にご寄稿いただいたアメリカ新政権に対抗する中国の世界観という、論文をもとに展開してまいるわけですけれども、井上教授は欧米が主導して作ってきた、これまでの世界秩序、国際秩序ではなくて中国は別の秩序を主張している、それは言葉の上では国連を中心とした、秩序に基づくものだということなんですが、その背景にある中国の考え方、世界観といったものがどのようなものであるのかということが議論の中心になると思います。またご寄稿いただいた後、5月31日には、中国では、中国共産党中央政治局、集団学習会において、習近平総書記が、新たな指示も出しています。これは日本のメディアなどでも信頼すべき、愛すべき、尊敬すべき中国のイメージを、広めるよう努力するのだということが指示をされたということですが、実はこの中にはやはり価値が含まれていまして、まず外国の民衆に対して、中国共産党が中国人民のために奮闘しているのだということを理解させる、認識させる、中国共産党がなぜ有能であるのか、マルクス主義がなぜ良いのか、中国の特色ある社会主義がなぜ素晴らしいのかを理解させ、言論による影響力を向上させるためのいわゆる宣伝のためのシステムを構築しなければならないという内容であったかと認識をしています。こうしたさまざまな発言や指示、さらには報道等も見ながら本日の議論を深めてまいりたいと思います。最初に井上教授からこの中国の世界観とはどのようなものであるのか、15分から20分程度でお話をいただきたいと思います。井上教授、お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。関西学院大学の井上と申します。よろしくお願いします。で、私自身は中国の外交を研究してます。大国になった中国が世界との関係でどんな、関係を築こうとしているのかということについて関心も、持っております。で今日はその先般ですね、SPF のチャイナオブザーバーに投稿させていただきました、米新政権に対抗する中国の世界観という原稿ですね、これについて簡単に紹介、まず、させていただければと、思います。でご承知の通りアメリカではバイデン政権が成立して、でこれはトランプ政権を引き継いで、対中の厳しい姿勢を取るということがですね、明らかになりました。で中国も、これに対抗するような形で、友好国とか近隣国との関係において極めて活発にですね、関係強化の動きに出ております。で特に最近注目すべきは、最近の中国がですね、そのイデオロギーの面においても、自国の政治体制の正当性を正面から主張して、これまでの欧米指導の価値観に支えられた国際秩序に異を唱える姿勢をこれまで以上にですね、はっきりと示すようになってきていると思います。アメリカとの対立ってね、非常に厳しくなる中で、今日の中国がどのような世界観を持っていかなる世界秩序を目指しているのかということについてお話しできればと思います。その材料としてですけれども、3月に全国人民代表大会がございますけれども、毎年ですね、全人代の場ではその外交部長が外交に関する記者会見という形でかなり包括的に中国の外交についての話がなされます。そこを一つの材料として、王毅国務委員兼外交部長の発言ですね、もう一つはこれは大きく報道されることになりましたけれども、3月の後半に楊潔チ中国の政治局員ですね、それからもちろん王毅国務委員もそこにいましたけれども、アメリカの外交トップのブリンケンとの間で、かなり激しいやり取りをしたと、その際の楊潔チの発言、こういったものも踏まえつつですね、お話しできればと思います。一方でこうした外交当局者のそのレトリックっていうんですかね、発言と実際の中国の行動っていうのは微妙に違うということについても、我々はやっぱり注意していく必要があるかと思います。で先ほども申し上げた通りですね、最近の中国の外交部門の責任者の発言の中で、注目されるのは、今日の欧米が作った国際秩序ではなくて、中国は国連中心の国際秩序を支持するという言い方をですね、以前からもありましたけれども、よりはっきりとするようになってきていることです。でこれは当然背後にはアメリカとの厳しい対立というものがあると思うんですけれども、それだけではなくて自国に対する自信、習近平時代になって強調されるようになった、例えばその大国外交であるだとか、強国外交であるだとか、さらに新しく打ち出されるようになったその新型国際関係、人類運命共同体、それを実現するための一帯一路、こういったものですね、こういった概念とも関係する中国の世界観というのが反映しているというふうに考えられると思います。王毅はですね、中国は国連を中心とする世界システムを揺るぎなく擁護し、国際法を基礎とする国際秩序をしっかりと擁護していると言ってます。さらに国連は大国クラブではないんだと、ましてや金持ちクラブではない、各国の主権は平等であって、いかなる国にも国際問題を一手に引き受ける力はない、国連における発展途上国の代表性、それから発言権を高めて、大多数の国の共通の意向をもっと体現すべきであるという言い方をしています。またこれに関連して、後にですね、3月末にアンカレッジで、米中のこれ外交トップレベル会談で、楊潔チはですね、さらにはっきりと中国と国際社会が従って支持しているのは、国連を中心とする国際システムと国際法に裏付けられた国際秩序であって、一部の国が提唱するルールに基づく国際秩序ではないと、米国や西側諸国が国際世論を代表することはできない、世界の圧倒的多数の国々は少数の人々によって、形成されたルールが国際秩序の基礎をなすとは思わないであろうとまで言い切っています。一方で王毅はこの記者会見においてですね、中国の台頭と西側のイデオロギー、制度面での競争、こういったものが今、関心高まってきているので、これに関する質問についてですね、こういう言い方してます。モデルが一つしかないようなことはあってはならない。自分たちと異なる制度を中傷し、圧力をかけ、唯我独尊だと吹聴することはある意味で、これは制度的覇権であると、こういった言い方してます。でさらにこれは4月にですね、アメリカのシンクタンク、CFR ですから、外交問題評議会ですね、ここでオンライン会議が行われまして、そこで王毅も出席してるんですけども、こういう言い方してます。中国には中国の国情に沿った民主主義がある。これは以前から中国はこういった言い方してますけども、さらにですね、民主の形がアメリカと異なるだけで、中国に権威主義や専制主義のレッテルを貼るのは、民主的な態度ではないと言ってます。かつての中国っていうのは民主や人権、こういったものについてはその中国に押し付けるのは、民主的なんていうか内政干渉であるということで、どっちかというとこの政治体制をめぐる問題っていうのは、防御的なディフェンシブな姿勢体制を取ってきたと思います。しかし最近はそもそもですね、民主主義は何かということを、さておいて、中国的民主も民主主義であるとしてですね、自分たちの正当性を正面からその体制の正当性を主張し始めています。その背景にはですね、最近中国外交において発言力を強化しようというような姿勢、すなわち国際言論空間において中国の言説、ディスコースって言いますけど、言説の影響力、中国語では和語圏という言い方します。話すですね。で5は言語の5で権利の権ですね。和語権を高めようとする意図もあるように考えられます。先ほど小原さんのからお話あったように、その5月のすでに政治局の会議で習近平はですね、やっぱり中国の発信力を高めないといけないということをですね、強く言っております。またこの点について後で議論になるかと思います。これまで中国はですね、改革開放以来、基本的にはその欧米中心に形成されたリベラルで開かれた国際秩序、そのうちその自由貿易システムなど、その自国に有利な部分をですね、十分に活用しながら発展してきたということは言えます。その意味では、現行の国際秩序の最大の受益者の一つであったということもできると思います。近年においてもですね、おそらく中国の、例えば研究者、国際政治学者のような人たちは、もちろん研究者ですので、いろんな立場いますけれども、おそらく主流の大多数の人たちはですね、中国が近い将来、既存の国際秩序に正面から挑戦して、それでアメリカにとって変わるような存在になるというふうに見る人は割と少なかったんじゃないかと思います。しかし一方で、今、習近平の時代になって、強調されるようになってきたのは、例えば新型国際関係とか、人類運命共同体といった、それから一帯一路ですね、概念の背後には、徐々に中国を中心とする国際秩序を形成しようという意図も見えるようになってきたということです。元中国の駐英国大使のですね、フエイという女性の方いらっしゃいますけれども、彼女はすでにその2016年の時点で、イギリスのシンクタンクのチャタムハウスでですね、こういう言い方してます。今日の国際秩序というのは、欧米の価値観、それからアメリカによる軍事ネットワーク、さらに国連その他の国際機関による3つの柱からなりますと。で、中国が強く帰属意識を持つのは、このうち国連による秩序のみであると。いう言い方してます。で、確かに楊潔チとか王毅が述べた通り、国連の場ではですね、米国を中心とする、欧米の先進諸国っていうのは少数派であって、数の上では途上国が多数を占めます。で、これらの国々の多くっていうのは、非植民地化の経験もあって、歴史的にですね、欧米主導で形成されてきたその価値観というものを、もちろん無批判に受け入れているわけではありませんと。一方でですね、そもそもその国連の理念とは何かということを考えたときに、その設立の基礎となった、例えばそのルーズベルト・チャーチル会談によるその大西洋憲章1941年ですけれども、これはやはりそもそもがその英米のそのリベラルな考えや規範というものが、つまりその欧米中心に形成されたその規範みたいなものが、その国連の理念の根本にあるということは言えます。楊潔チは中国が支持するのは国連システムであって、その一部の国が提唱するルールに基づく国際秩序ではないという言い方をしてますけれども、本来、国連システムこそがですね、ルールに基づいた国際秩序であるということが言えると思います。またその国連はですね、その主要な目的として、世界の平和と安定の維持のみならず、人権及び基本的自由の尊重を掲げています。中国が国連中心のですね、国際秩序を支持するといった場合に、それはむしろその本来の国連の理念そのものを理解し、共感した上での支持というよりも、むしろその途上国が多数を占める国連の構成を自国に有利に利用しようとしているものに過ぎないというふうに考えられます。その結果ですね、国連の場において、中国が国連支持ということで影響力を高める結果、本来国連設立時からこのような基本理念というものが、徐々に侵食されてしまうのではないかということをですね、懸念する、研究者もいます。確かにその痛みを伴う政治改革を行わずに、短期間に経済成長を遂げた中国式の発展モデルというのは、権威主義体制の多い、途上国には魅力的に映ると思います。しかし、他の途上国が簡単に真似のできるものでもないと思います、中国の発展モデルというのは。で、中国が今提示するその新型国際関係とか、その人類運命共同体といった概念というのは非常に曖昧であって、現時点では非欧米の途上国からの積極的かつ広範な共感を得るには至っていないと思います。むしろその巨大なですね、経済力こそが途上国からの支持を得る原動力となっているといいます。さっき述べたようなその国際言論空間における中国式の言説の強化についても本来のパブリックディプロマシーが目指す相手国の国民ひいては国際社会の共感は得られていないということだと思います。で、最後にですけども、私の問題意識としましては、アメリカとの対立をですね、イデオロギー面にまで高めて、でさらにこの1、2年アメリカだけではなくて、欧米の国とそれから西側の国全体にですね、中国に対する見方っていうのは厳しくなってきていると。その中でその正面から立ち向かうように見られる、こういったですね、姿勢がその中国にとって本当に合理的な戦略なのだろうか、中国にとって本当に勝算はあるのだろうかというふうに、考えられます。もちろんその中国の政策決定者の考え方っていうのは外から本音を伺い知ることは難しいです。で、中国から見れば、中国の国力が長期的には低下しつつあると。すみません、米国の国力がですね、長期的には低下しつつあるという認識に加えて、トランプ政権で顕在化した民主主義の混乱、その対比におけるその自国の体制に対する一定の自信というのはあるかと思われます。一方で、バイデン政権の対中政策が、前政権の厳しい姿勢をそのまま引き継ぎ、さらに予想以上に早く活発に同盟国、友好国との間で協力的、包括的な政策を形作ろうとしていることに対する焦りもあるというふうに考えられます。これまでも国際環境が変化して、中国にとってあまり好ましくないような状況になったり、外交が行き詰まった場合にですね、表面上その強気の姿勢とか言葉は保ちつつも、現実の行動においてはその中国は静かに巧みに方向転換を行うということがしばしばあって、国益を合理的に追求するリアリストの顔っていうのを見せることはありました。しかし、今の中国についてはですね、ますますその国内要因から来る束縛が強くなっていると。で、柔軟な外交を展開しにくくなっているというふうに想像することはできると思います。これまでも見てきた通りですね、例えばその香港、新疆などのその自国の主権に関わるとみなす問題については、習近平はですね、非常に強気の姿勢を崩さなかったということを言います。加えて、今後のその中国の国内政治日程を考えると、今年4月には共産党の創立の100周年、それから来年には20回党大会があるということで、こういった政治日程の中で、習近平自身が対外的な情報をさらに行うことが難しくなるであろうと考えられます。また、習近平自身がですね、強い権力を固めて、党主導の外交を推し進めた結果、外交当局の幹部というのはですね、迎合姿勢を強めているということも考えられます。例えば先ほどの全人代の王毅記者会見ですけれども、習近平の指導という言葉をですね、王毅は本当に何度も至るところで言及しています。こういったことは今までもありましたけれども、今回もさらにその言及する頻度が増えているように思われますし、さらには例えばその中国共産党の指導ということについて、わざわざその国営メディアに質問をさせて、長いこと説明する、完全に国内向けですね、国内向けのその発言をしているところあります。で、このように例えばイデオロギーを重視する、それから外交の現場に疎い党サイドが外交当局への介入を強めるということになればですね、外交活動の感度っていうのは低下して、現場から党中央への報告などにも影響を与えることになります。つまり習近平の耳の痛い報告っていうのは届きにくくなるのではないかと、想像できます。さらに習近平政権自身が民衆からの支持獲得のために育んできた国内のナショナリズムというのが高まりすぎて、逆にその外交の手足が縛られるという状況も考えられます。アンカレッジの会談で、楊潔チの非常に強い発言、これはお方の解釈は国内向けというふうに解釈されてますけれども、これはやっぱり案の定、中国の国内では非常にその一般大衆に歓迎される一方でですね、結果として、これは今後、中国が柔軟なアメリカとの対米外交を進める上でですね、このハードルを上げてしまったという側面もあるということは言えると思います。とりあえず私からですね、は以上にさせていただいて、一旦お返しさせていただきます。ありがとうございました。井上教授、ありがとうございました。今の井上教授のお話に高原教授から質問やご意見をいただきたいと思うわけですが、井上教授のお話は簡単にまとめると、中国は国連の理念ではなくてそのシステムを利用して中国の考えている、あるいはその背景にある価値観といったものを広げようとしているのではないかということでしたし、その背景には党の外交の分野に関する関与といったものも考えられるのではないかといったお話でした。興味深いのは、アメリカは中国との間でイデオロギー対立にしてはいけないんだというような話をしていて、これは政治体制の問題だと、民主主義の政治体制の優位性を示すんだというような言い方になっていて、そこを分けているわけですけれども、井上教授のお話からは中国はそこがどうも一つになっているように見えると、そういったことも非常に興味深いと思うわけですけれども、そういった認識の差といったものも含めて、高原教授から今の井上教授のお話に対して、ご発言をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。井上先生、大変、丁寧に中国の外交指導者たちの発言をご紹介してくださいました。中国の外交当局が今どういうイメージを世界に発信しようとしているのかということがよく分かったと思います。それでですね、私の方からはそれでは本音の部分でといいますか、中国の研究者たちが内部でどのようなことを言っているのかということを最初に若干ご紹介申し上げたいと思います。一言で言えば、これは外交当局者もそうだと思うのですけれども、やはり自信と不安の両方が研究者たちの頭の中、心の中にもある、それがベースなんですけれども、一つ印象的な概念はですね、新二極体制、新しい二極の体制が今作られつつあるという、そういう認識を多くの学者が持っているようです。要するに井上先生のお話にもありました通り、アメリカの力は相対的に落ちてきている。そして中国の力が大きくなっている。絶対的にも相対的にも大きくなっている。そして中国がかつてのように国際秩序を受け身の立場で受けて対応するのではなくって、実際その国際秩序を変えうる、そういう能力を持ちつつある、そういう意味で世界は今新二極の体制に向かっている、あるいはすでにもうそういう体制になっているという、そういう判断をしている学者たちがいます。もちろん言い方としてはいろいろあってですね、例えばヨーロッパとの関係をなんとか改善したい、発展させたいと思うときに、中国の研究者もですね、あなた方も世界が多極化した方がいいと思うでしょう、アメリカ一極体制では困るでしょう、ですから協力して中国とヨーロッパが協力して多極体制を作っていきましょうって、そういう言い方を表ですることもあるし、実際そういうふうに考えている人もいると思うんですけれども、しかし他方で新二極体制ができつつあるという認識は多くの人が中国国内では持っているということです。で、それと関連してですね、アメリカの側ではもう自分だけで中国に競争対抗するのではなくって、他の国々と連携していわば陣営を固めてですね、中国に対しようとしていると。この陣営化っていうんでしょうか、これも進んでいるということなんですけれども、その一つの言い方として面白い言い方があります。それはアメリカの対中国政策のロシア化ということなんですね。かつてのロシアに対したように、言ってみれば全面的な競争対抗をしようというこの姿勢で今アメリカは中国に対応しつつあるということで、これを何とか阻止しなければならない、それが中国の学者たちの考えです。阻止したいんだけれども、なかなか阻止しきれなくって、このアメリカの対中政策、ロシア化が進み、陣営の構築が進んでいるというのが現状である。だからここでどうやってその他の国々、まあヨーロッパもそうですけれども、あるいは東南アジアの国々などにおいて信頼を増していくのかというのが大きな課題である、そういったような認識が内部では持たれているのが実情だということなんですね。でもしこの対立状況が、アメリカとの対立状況がさらに進み、そしてアメリカの側が中国のボトムラインというんでしょうか、彼らが核心利益と呼んでいるようなコアインテレストですね、そこに触れるような事態にまでなった場合には、中国としてもいよいよ新しい国際秩序づくりに向かわなければならないのではないか、そういったような議論が内部では行われているところです。しかしそれが本当に中国にとって利益をもたらすのかどうなのか、アメリカの側の陣営に入るのはいわば世界での有力な国々ということになるわけで、中国はアフリカであるとかその他途上国を主にはの支持を開拓するといいますか、獲得調達確保しようとすると思うんですけれども、そういったやり方で果たして自分たちの国益がしっかり守れるものなのかどうなのかということにつきましては、大きな不安を持っていると思います。ですので、なるべくやはりアメリカとの間では協力を見出していきたい、協力の糸口を見出していきたい、そしてアメリカの側には自分たちの政治ですね、政治体制の在り方については干渉しないでほしいというのが学者たちの多くのその切なる願いであるというのが実態だということをちょっとご紹介して、まずは冒頭のコメントとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。今井上教授と高原教授からお話をいただきましたが、皆様からのご質問は、議論の間も受け付けておりますので、チャット機能を用いてお送りいただければと思います。今の高原先生のお話を伺うと、中国研究者の中にもやはり自信と不安があって、しかも二極体制になりつつあるんだという認識は実は中国にはあるんだということが分かると思います。ただ一方でアメリカが、中国ではシャオチュエンズ、小さな勢力圏の圏というに子どもと書く小さなグループを作っているということに対する批判も出てきていると思いますけれど、大小というのは相対的な概念ですから、アメリカが作っているのが小さなグループなんだとすると、じゃあ中国は大きなグループを作ろうとしているんでしょうかと、これは国連を中心としたシステムをその大きなシステムと言っているのかもしれませんけれども、このアメリカのグループ化、陣営化と高原先生おっしゃいましたが、これに対抗する概念というものもやはり中国は出そうとしているんでしょうかということなんですが、今度井上教授と高原教授にそれぞれお伺いしたいのは、今高原教授の方からアメリカはこの陣営化をして中国に対抗しようとしているという話がありましたし、中国はそのことに批判を強めているわけですけれども、一方でアメリカと同盟国の間には、乖離があると見ているような報道も見受けられます。これはG7 の後の報道ですとか、あるいは趙立堅外交部報道官の記者会見の時の発言などを見ても、そういったニュアンスが読み取れると思います。まず環球時報、これは中国共産党機関紙人民日報系の新聞ですけれど、G7 の首脳コミュニケに対して、書いた記事、社評ですけれども、今回の G7 のコミュニケはアメリカがその他の同盟国を主導して作ったんだと、妥協の産物に過ぎないという言い方をしています。でそれの根拠というのは、G7 での中国の名前を入れるか入れないかといったときに、首脳間で相当激しい議論が行われたということもあるということです。これと趙立堅報道官は、アメリカは病気になった、しかもその程度は非常に重いと、いう発言をしました。さらには G7 はアメリカの脈を取ってやり処方箋を書いてやったらどうだというような発言になったわけですけれど、ここでもアメリカは病気になったという言い方で、ずっと見てきて結局もうアメリカは、中国が思うような態度を取ってくれないんだというようなニュアンスが読み取れるわけですけれども、これに対して G7 その他の国に対しては処方箋を書いてあったらどうだ、ちゃんと面倒を見てやれというようなニュアンスになっていることからも、やはり同等には扱っていないのではないかということも伺います。そうしますと5月31日の先ほどの習近平総書記の発信力強化、そういった宣伝メカニズムの構築といった指示がもちろん新興国や開発途上国をターゲットにした中国を支持させるという目的だけではなくて、アメリカの同盟国日本やヨーロッパ各国もアメリカから距離を取らせる、こうした目的も持っているのではないかと思うわけです。そうすると、中国のこの主張というものの中に、疑問が出てくるのは、こうした中国の主張の中になぜ、マルクス主義が有効であるのかとか、中国の特色ある社会主義が、素晴らしいのかといったような、価値の部分が入ってくるのかということなんですが、こうした矛盾について、井上教授、高原教授にお伺いしてみたいと思います。井上教授、お願いいたします。はい、高原先生、小原さん、ありがとうございます。まず高原先生ご指摘されたその真二極体制という考え方ですけども、おそらく私の感じではですね、中国以外のつまり世界の国際、研究者、国際政治学者はですね、まだ二極になってないというふうに見ている人が多いんじゃないかと思います。東アジアで、二極、つまり地域的に二極になってるんじゃないかというような議論は確かにあります。ただし世界全体を見た場合にですね、これはそのよく言われるようにアメリカは同盟網を持っていると、世界各国にでそれなりに影響力を持っていると、一方で中国というのはそういった同盟というのはほとんど持っていないということで、影響力においてまだまだ差があるということですね。それから、おそらくGDP において中国が確かに急速に、接近していると、アメリカに。で、2020年代の後半にはもしかしたら中国がアメリカを抜くかもしれないと。一方で、これ超長期的予測ですけども、中国も GDP の成長率というのはかなりもう下がってきている。でそれに比べるとアメリカの成長率っていうのは、今までもそうですけど、先進国の中ではヨーロッパとか日本と違って、やっぱり移民も受け入れて技術革新もあって、かなり安定的に 3% ぐらいで成長してくるので、一時中国が GDP を抜くかもしれないけど、またアメリカが抜き返すかもしれないみたいなこれはあくまで超長期の予測ですけど、そんな議論があるかと思います。で一方で、GDP だけを見るんじゃなくて、例えば軍事力とかですね、その他の、それこそソフトパワーみたいなことを考えると、まだまだ二極と言えるかどうか、確かに中国側の議論としてそういったことはあるかもしれないですけども、そこのところはかなり外で見てる中国と中国の中での議論、少しまだ温度差があるんじゃないかという感じがいたしました。それからそうですね、先ほど小原さんおっしゃった5月31日の習近平の話ですね、自信を示すだけじゃなくて、謙虚で信頼され、愛され、それから尊敬される中国のイメージ作りに努力せよと、こういうふうな言い方だと思います。で私も少しお話ししたんですけど、和語圏という言葉ですね、つまり中国式ディスコースを、中国の物語を外国にもっと伝えないといけないと。で中国の中にはやはり自分たちは大国になったんで、それにふさわしいやっぱりリスペクトを受けるべきだという、こういった考え方非常に強くあるかと思います。で一方でですね、これはこれも小原さんおっしゃったように、マルクス主義とか社会主義といったところで当然これは西側の国は受け入れられないんですけども、その他のいわゆる発展途上国ですね、こういった国にどの程度の訴求力があるのかということも考えられます。かつては中国はパブリックディプロマシーということをかなりですね、強調した時期あったと思います。パブリックディプロマシーというのは通常の外交だけではなくて、相手国の国民だとか、それからその国際社会の共感を得るというような形で、その相手の例えば民間部門、そういったところにもですね、まあなんですかね、働きをかけをするということで、今、各国のその外交の手段の中でパブリックディプロマシーというのも確立された一つの分野になっていると思います。で、中国も中国の場合はパブリックディプロマシーといった時に、それに加えてさらに国内の世論の理解も得ないといけないという、そういったなんですかね、そこにも焦点を置いてましたけれども、それでも胡錦涛の時代には確かそのパブリックディプロマシー、公共外交と中国で言いますけれども、強く打ち出した時期があります。でところが最近それに代わってですね、この和語圏という言い方をしているわけです。で難しいのはですね、つまりパブリックディプロマシーっていうのは本来やっぱ相手国の共感を得ると、相手国って相手国、国民ですね、それから国際社会の一般の人たちの共感を勝ち得るというところが、基本にあります。で、それによって外交をうまく展開できるようにすると、本来のということですね。で、そこの共感ということについての、そのなんていうんですか、意識がなければ、これは自分たちの価値観をですね、いくらその強硬に主張しても、それは効果は限られるんじゃないかということです。そういう意味でその、5月の31日の政治局の会議ですね、愛される中国というようなことを言ってるんでですね、イメージ作りとか、やっぱり今この1、2年で中国をめぐる国際環境、中国に対する見方が非常に厳しくなってきてるということに対して、中国当局も、それに非常に気にしてですね、それに対応しないといけないという意識はあるのかと思います。一方で我々の価値観から見たらですね、これはでも分かってないなと思うのは、それはやっぱり相手の共感というものをちゃんと勝ち得ないとですね、それは効果的にその外交というのはできないんだと。そこはなんですかね、自分たちの発信をすると、情報発信を強化しようというような言い方になっていると思います。さすがに宣伝という言葉は使ってなかったとは思うんですけれども、やっぱり情報発信を強化しろということだけではですね、おそらく効果的ではないのではないかというふうに見ております。以上でございます。ありがとうございます。宣伝という言葉もまた外交という言葉も出てきていなかったと思うんですが、伝播力ですとか、ただメディアはちゃんと作っていかなければいけないといった指示もあったかと思いますし、予算についても言及されていたと思いますので、具体的な指示として示されたのではないかという印象を持っています。高良教授、いかがでしょうか。はい、簡単に3点申し上げたいと思うんですが、第1点はそのアメリカが同盟、日本との関係を強化するとか、あるいはQUAD、日米豪印のフレームワークを強化するとか、あるいは民主国の連携、D10 などという言い方もあるようですけれども、そういった営みに対してこれは小さなグループ作りで冷戦思考でけしからんという、そういう中国からの批判ですね。で小原さんが示唆されたように、これは小さなグループであって、多数の国は実は中国の味方なんだぞということも少し含意されているというふうに思います。で、ジュネーブの国連人権理事会でも、ニューヨークの人権委員会でもですね、香港の問題、あるいは新疆ウイグルの問題について、実は中国を非難する国よりも中国を支持する国の方が多いというのが現実ですね。ですから中国が国連を重視する理由としては2つあって、1つはもちろん自分が安保理の常任理事国であるということ、それからもう1つは国連の総会の場等においてですね、多数が自分を支持してくれるという状況が実はあるということ、この2つの理由からではないかと思います。で、第2点でありますが、G7 の報道に関して確かに欧米の間の意見の不一致、これを強調する報道を中国側は盛んにしている、これはまさに先ほど申しましたように、ヨーロッパとアメリカが一緒になってといいますか、関係を強化して共に中国に当たってくるのを何とか阻止したい、そういった気持ちの表れであるという面もあると思いますね。それから3番目に原さんが指摘されたマルクス主義の有効性を強調する云々でありますが、まさにこれはやはり国内の状況を意識してのことですよね。当然ね、習近平の側にすれば中国共産党の支配の正当性をなんとか守らなければいけないわけで、彼らは自分たちの支配の正当性が非常に脆弱であるということはよく分かっていますので、なんとか教育宣伝等を通して今の体制に対する人々の支持をつなぎ止めるというか確保し続けなければならない。今まさに共産党創立100周年を直前にして投資学習等の歴史ですね、投資学習教育キャンペーンをやっているわけですけれども、それもこれも共産党のその支配の継続を狙っての言説であるというふうに思います。ありがとうございました。ではもう一巡だけ、お二人の先生にお話を伺ってから皆様からのご質問に答えていただきたいと思います。今いただいたお話では、中国のアメリカに対抗するその世界観というものの中にはやはり国内に向けての状況も非常に強く影響しているということでした。そういったことは中国研究の中ではよく見られることだと思いますけれども、一方で、高原教授からは、中国の研究者の中でも新しい二極体制ができつつあるという認識があると、いうことですが、一方で習近平主席は新冷戦には反対であるということも明確に言っている。ただこうした新冷戦あるいは冷戦構造冷戦思想といった言葉を中国が使うということは、こうした構造を強く意識しているとも考えられると思います。今の中国のこの発信力の強化というものがこの新しい二極体制を受け入れようとしているのか、あるいはあくまで習近平主席が公式の場で言っているようにこうした対立を回避しようとしているのか、井上先生と高原先生から短くお答えいただければと思います。井上先生、お願いいたします。はい、ありがとうございます。先ほど高原先生もおっしゃったように中国としてやっぱアメリカとの正面からのその対立というものは回避したいというところがまず前提としてあるんだと思います。で、一方でここは中国がなかなかそのコントロールできるところでもないのかなという感じはします。で、結局のところそのなんですかね、今明らかになりつつあるのはアメリカ以外の欧米の国も中国に対する見方が前よりは厳しくなってきているというのがこの1年の動きで出てきているということですね。でそうは言っても王毅もこれ記者会見で述べてますけども、やっぱりヨーロッパとそれからアメリカとをですねこう分断するというつもりはないんだということを言ってますけども、実際はやっぱりですね例えば中国から見ればそのアメリカがその他国に対しての働きかけるということですね、それをできるだけその弱めたいというところはあるのかと思います。例えば例えば中国から見た場合の韓国だとかですね、それから東南アジアについてもそうですよね。そういったところについての働きかけ、こういったものはこれからも続いていきますけれども、むしろ私の関心はですね、そうは言いながらそのトレンドとしては非常に中国に対して、最近非常に全体に厳しくなってきているということですね。これについて中国がどのように受け止めているのかっていうのはこの辺は引き続き見ていきたいと思っています。以上でございます。ありがとうございました。高原教授、お願いいたします。はい、これまでは超大国候補であった中国が、徐々に世界大の影響力を持ちつつあるということは、中国人のその自尊心を大変くすぐる状況なわけですね。ですので、そうした状況については一面ではこう嬉しいことだというふうに思うんですけれども、多分中国の方々はね。ですけど他方でそれがアメリカとの抜き差しならないこう対抗関係を作ってしまうという可能性については、大変に警戒といいますか、それは何とか避けたいアメリカとの間でも協力できる面では大いに協力をして関係を安定させたいっていうのが、本音なんだろうというふうに思います。ありがとうございました。皆様から多くの質問をいただいています。お二人の先生にそれぞれご質問もいただいていますので、まず井上先生に質問です。習近平主席が和語圏を高めようとしている背景には国際社会で発展途上国からの、支持を広げるという目的のほかに、留学等で海外にいる、中国人の、知識人層に対して、自国に疑念を抱かせないためのイデオロギー的基盤を付与する必要があるからではないか、こういった質問が来ています。また高原先生に質問です。アメリカは西側陣営の結束を固めるために中国をかつてのロシアのように、その脅威を分かりやすく強調しているのでしょうかということです。井上先生からお答えいただけますでしょうか。はい、ちょっと難しい質問だと思います。イデオロギー的、基盤をですね、提供しようとしているかということですけども、大きなトレンドで言いますと、その海外での、今、中国の留学生、例えばアメリカ、これだけ対立しているわけですけども、ほんの数年前までアメリカにいる学生といってもですね、中国人の学生といっても、若い世代の人たちっていうのは、かなりもう愛国的になってきている人たちは多いように思われます。これは本当に2、30年前に中国から海外に行って、かなり西洋的な考え方を取り入れた人たちに比べるとですね、かなりそこのところが変わってきていると思いますので、もちろんもう本当にたくさんの数の中国人学生がいるので、それを全てですね、コントロールするということは難しいと思うんですけども、それほどそこまで留学生ということは意識してないのじゃないかというのは私の感じです。はい。ありがとうございます。高原先生、お願いいたします。はい、一方において中国はアメリカが何を言ったりやったりしなくてもですね、例えば地球の裏側にまで行ったり、あるいは火星にまで行ってるわけですよね。で、他方においては香港における人権弾圧にしても、新疆ウイグルでのこのいわゆる労働教育活動にしましても、すごく異質なやり方をとっていて、で多くの国にとってはこれはちょっと受け入れられないっていう、そういう行動もとっているわけなので、そういった意味でかつてのロシア、ソ連ですかね、中国の研究者たちはあえてソ連と言わないでロシアという言い方をしてるんですけれども、のような存在になりつつあるっていうことは、別にアメリカが何を言う言わないにかかわらず、多くの人々が世界で認識し始めていることなのではないかなと思います。ありがとうございます。英語でもご質問をいただいていますし、今度はお二人の先生に質問です。これは中国の強硬な外交姿勢についてです。戦狼外交とも呼ばれるものですけれども、まずは中国の強硬外交の合理性はどこにあるのでしょうかという質問です。これは5月31日の習近平主席の指示にもあるように、海外からあるいは外国の民衆から理解をしてもらわなければならないという、そういう意識とこの戦狼外交と言われるような強硬な姿勢というのは相入れないのではないかという問題意識が背景にあるのではないかと思います。そして、そうするとこれは対外的な理由だけではなくて、国内向けのものではないかという話もあるわけですが、このご質問では国内向けというその理由だけで全て説明がつくのでしょうかということです。また合わせて英語でもご質問いただいていますが、それでは、このような中国の戦狼外交と言われるような、強い姿勢あるいは強硬な姿勢を、どのように、収めてもらうのだろうか、説得することができるのだろうかという質問です。この質問も井上教授からお願いいたします。はい、いただいた質問、ちゃんと両方ともうまく答えられないんですけども、合理性はあるのかということについては、私自身はやっぱり当然我々日本の価値観から見れば合理性はないということになると思います。この戦狼外交をやったことによって中国は今まで以上になんていうんですかね、友人を失いつつあるのではないかというふうに思われます。で、一方で中国側にも若干のこのなんていうんですかね、その反省があって、最近はあんまりその虚構外交なんですか、戦狼外交というものが前ほど言われてないのかなという感じします。もちろん趙立堅みたいな人はですね、外交部の副報道官です。彼は彼の役割としてやってて、これを国内で支持する人たちは一定の人たちはいるわけですけれども、若干失敗したという感覚を中国の当局は持ってるんじゃないかという感じはしてます。ただしそれはあくまでその戦術的な面においてですね、やっぱり大きく中国がこういったこの対外強硬姿勢、強硬外交と言われる前からもうすでに強硬だと言われたんですが、こういったものを大きく転換するということには至ってないと、これはもうそもそものその習近平のその外交的な考え方、外交に関する考え方、こういったものがあるんだと思います。はい。ありがとうございます。高良教授いかがでしょうか。はい。戦狼外交の定義にもよると思うんですけれども、いわゆる外交官たちが厳しい表情をして激しい言辞を浪してという、そういうやり方については国内でも論争が早くからあると聞いています。で、合理性云々ということで申しますと、確かに国内向けにやっているという点は間違いなくあると思うんですが、もしですね、その戦狼外交的なやり方の範疇にいわゆる経済的な強制っていうんですか、経済制裁、例えば隣国の韓国を例にとると、そのアメリカのTHAADですよね、あれを配備したところ、中国から厳しい経済制裁を食らって今も大変な状況がありますよね。そういうやり方が結構効果的で、あれをやられたらたまらんということで、例えば韓国は香港についても新疆ウイグルについても中国を非難する、そういう発言をしていないわけですね。ですので、そうした経済力を使ったいわゆる地経学的なジオエコノミクスの手段を中国が使うようになっていますので、それがある程度の期待した通りの効果を生んでいる場合もあるということは中国側も認識していると思います。ありがとうございます。中国の外国へのアプローチは強硬と強調、言い方を変えると威嚇と懐柔といったものが合わせて行われるという伝統的な手法だという分析もあるわけですし、先ほど名前の出た趙立堅報道官のツイッターを見ると、今でも葛飾北斎の浮世絵のパロディが一番上にピン止めされたままになっています。ですからこの浮世絵のパロディは福島第一原発の処理水を日本が海洋に放出するということを決めたことに対する批判なわけですけれども、こういったものを見ていると少なくとも彼自身は彼の役割があるということですけれども、それでもその態度を変えているわけではないということだと思います。また台湾に対する軍事的な圧力も報道ベースでは若干収まった気はしますけれども、実際の圧力が低下しているわけでもないということなんだろうと。さまざまな手段を使って、その強硬な姿勢と、もう一つは協調的な姿勢、相手と親和性を高めるような動きというのは今後も続いていくのではないかと思いますが、それが相手の国によって、その手段が使い分けられていくということになるのだろうと思います。ただその中でも、また質問をいただいているんですが、やはりこのマルクス主義の有効性をめぐってということなんですけれども、これを本当に中国は信じているのでしょうかということですね。これまで中国は非常に現実的な考え方をしているというふうに言われてきました。主張としては社会主義、あるいはその、根本の考え方であるマルクス主義というものを掲げていますけれども、実際には非常に現実的に振る舞ってきているということだと思っていましたけれども、ここに来てそれが非常にイデオロギー化しているのではないかという分析もあると思います。そうすると中国がどこまで本気でこうした思想を信じているのでしょうかということです。それと合わせてですけれども、アメリカでは外交にイデオロギーを持ち込むことを批判するという趣旨の言論を目にするということがありますけれども、中国国内でもこうしたイデオロギー化に対する反対あるいは批判というものはあるのでしょうか。合わせてお答えいただければと思います。井上教授、お願いいたします。はい、マルクス主義の有効性ということですけれども、これはもちろんその今、社会主義の国っていうのはもう世界にほとんど非常に限られているわけでですね、ほとんどないんじゃないかと思います。そういう意味ではやっぱりこれは完全に内向きの議論。今の中国外交に全体に見られるですね、国内向けのロジック、もしくは国内向けのものの言い方、これがそのまま外にも出てきてしまっていると。で、もうちょっと言うと、それがあんまりチェックがかからない、つまりその、本来であれば外交のプロの人たちとかですね、それからその、まさにその例えば研究者も含めていろんな人たちがいろいろ、例えば海外の事情をよく分かっている人たちというのは中国にもたくさんいて、そういった中でですね、適正なところに、落としどころに政策っていうのはある程度向かっていくんですけど、それがその生のまま外に出てきているという感じします。で、それはやっぱりその今のこれはなかなか中国の中にいないとわからないんですけど、今の中国の国内の空気っていうのを表しているのかなと。今までですと、もう少しですね、いろんな、例えばその中国の政策に対するいろんな意見というものが一部の学者の人たちからも出てきたんですけども、これはもう何年か前からそうですけども、私が知り合いの方なんかもお話しすると、今なかなかそのアメリカとの関係、こういった大きな問題について話しにくいんだよというようなことをやっぱおっしゃってました。ですから心の中でどう思っても今黙ってるというような人たちも結構いらっしゃるんじゃないかという感じはしております。ありがとうございました。高原教授、お願いいたします。はい、本当にマルクス主義を信じているんだったら、中国の指導者たちは今また山にこもって革命しなきゃいけませんよね。そんなことをするつもりはさらさらないわけであって、これはあくまでも統治のための言い方になっているというふうに言って間違いないだろうと思います。で、この間のっていうのはもう4年前になりましたが、前回の党大会で、習近平さん、シ・ジンピンさんはとにかく党の領導、党のリーダーシップですね、これを強化していくことが大事なんだということを言ったんですけれども、それで今の中国が抱える深刻な問題を解決できるとは誰も思いませんよね。思わないのにそれを強調せざるを得ないっていうのが、中国共産党が直面している最大の矛盾なのではないかと思いますし、いわゆる社会主義市場経済体制の大きな矛盾だと思います。こういう体制がいつまでも続くとは多くの中国の人たちは思っていないと思います。ありがとうございます。では最後の質問です。最後はそういった中国に日本はどのように働きかけるべきでしょうかということですが、インド太平洋地域に自由で開かれたインド太平洋といったものが中国のこうした態度に対応するのに有効なのでしょうかという質問も来ていますけれど、今年オリンピックに習近平主席あるいは中国の首脳級の方が訪日された場合、あるいは来年日中友好50周年ということですけれども、そこに向けて日本からどのように発信すべきでしょうか。井上教授、高原教授からそれぞれ一言ずつおいただきたいと思います。井上教授、お願いいたします。はい、日本はもちろん中国と非常に難しい問題を抱えてて、で特にその領土問題というのはあるわけで、一言で言うとですね、やっぱりその強い抑止というのは必要だと。で、抑止とそれからその外交の組み合わせということになるのかと思います。つまり強い抑止のスタンスがあるからこそ、またそこからその外交でメッセージも出せるということになってくるのかなと思います。はい、ありがとうございました。高原教授、お願いいたします。はい、今コロナのせいもあるんですけど、日中の間の対話が全く足らないんじゃないかというふうに思っています。で、日本と中国長い間ですね、競争をする面と協力する面と、両方抱えながら付き合ってきていますよね。特に2010年の漁船衝突事件以来、これを続けていかざるを得ないのが当面の状況なのですけれども、最近はその競争の面が大変強調されて、それはそうせざるを得ない面もあるのですが、しかし決してその協力対話、これも忘れてはならない、それをそのもっと目に見える形で両国民にアピールする形で競争ばかりではないんだという姿勢を示すことが大事ではないかと思います。自由で開かれたインド太平洋についても一帯一路と競争する面と協力できる面と両方あるんだということを決して忘れてはいけないと私は思います。ありがとうございました。本日は井上教授の論文「アメリカに対抗する中国の世界観」というタイトルで議論を進めてまいりました。最後は、競争が主体になっている、特にアメリカと中国の間でも競争が主体になっていると認識をされていると思いますが、その中でも対話相互に理解する、理解を深める努力は必要であるということであったかと思います。本日は、井上教授、高原教授、ありがとうございました。これにて、公開フォーラムを終了いたします。以上で笹川平和財団主催 SPF チャイナオブザーバー公開フォーラムを終了いたします。ご視聴ご参加いただきありがとうございました。